はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今回はこちらですね、 PS5 が届いたので動画を撮っていきたいと思います。今撮影用にモニターの前に持ってきてるんですけど、まあ、ご覧の通りめちゃくちゃでかい、ものすごいでかいです。で、後ろのモニターがモニターアームにつけた24インチのモニターで、こっち27インチなんですけど、高さがほぼ一緒ですね。これぐらいでかい。今回はこの PS5 本体の話ではなく、こちらのね、PS5 のコントローラーに話を絞ってちょっと動画を撮りたいと思います。今回の動画は FPS プレイヤー向けとなっております。コントローラーのサウンドや振動など、FPS であまり使わない機能に関しましては省略させていただきます。で、持った時のファーストインプレッションとしましては、あのね、でかいです。やっぱりでかいですよ、これ。左が PS4 コントローラーで、こっちは右が、PS5 になりますけど、まあ、大きさと厚みがですね、だいぶ増えてるかな。うん、結構どっしりしてます。重さもね、ちょっと重いから、こっちはやっぱりちょっと重めです。で、黒持ちがね、できなくはないんですけど、その、常に×ボタンに指を置く、人差し指を置くっていうことがちょっと難しい気がしますね。通常時は、この人差し指を、この四角とか三角の方に置いておいて、丸×押すときは、こうね、指を動かすっていう持ち方になるかな。PS4 のコントローラーやっぱりね、かなりちっちゃかったので、常にこう×ボタンに指を置いておけるみたいなことができたんですけど、ちょっとそれはね、難しい気がします。僕はね、もともとこの辺に指を置いてる黒持ちだったので、まあ持ち方は変わらないんですけどね。まあ常に×に指を置いてる方もいると思うので。で、次に思ったのはグリップ感がかなり良くなってます。まあ大きさがね、増えた分、どっしりと持てるようになったんだけど、このグリップ部分ですね。ここはね、細いんですよ。なので、持ちやすさはすごくあります。そしてこの背面の部分ですね。この背面のグリップ部分がちょっとザラザラしてます。PS4 のコントローラーは、やっぱ背面、まあ、ツルツル、本当にツルツルしてて、手汗でよく滑るっていう方が多かったと思うんですけど、まあ、その辺はね、改善されてるのかなっていう印象があります。そして、ボタンのクリック感はすごく、良くなってます。反発が強いのかな？すごくボタンをカチカチカチっていう押してる感覚がね、強いです。そして R2、L2 トリガーなんですが、個人的にですよ、あんま変わんないです。押し心地はね、そんなに変わってないんですけど、コントローラーが大きくなった影響により、この面積が、ボタンの面積がね、見てわかる通り大きくなってると思います。まあ、これにより、押しやすさは、大きくなった分押しやすさは上がってるのかなっていう。R1 と L1 も同様ですね。押し心地はあんま変わりません。けど、大きくなってるから押しやすさはアップしてる。そして皆さんが一番気になってるであろうスティック部分なんですけど、ここはね、ほぼ変わってません。動かしてる感じもね、変わらないと思います、ほぼ。変わった点といえば、スティックの素材がちょっと硬くなったかな？硬くなってザラザラしてるところが増えました。これによって、ちょっとね、まあ、手汗で滑ったりすることが減ったかな？でもまあ、素材はね、すごく似てる。ゴム感っていうのかな？本当にバージョン 1.5 って感じですね。で、スティックの高さはね、わかるかな？これ。ちょっとだけなんかポコってちょっと出てるんです。ちょっと高くなってる。少しだけ高くなってて、で、コントローラーの厚さも増えてるので、体感ね、PS4 より、あれスティックちょっと高いかなって感じる方がいるかもしれません。でもそんなに変わらないと個人的には思います。ここわかりますかね？スティックの周りの部分。この軸が当たる部分ですね。ここが素材がちょっと変わって、プラスチックになってて、他とまあ軸が当たってもこの削れて粉が出にくくなってそうな印象があるけど、ちょっとこれは使い倒してみないとわからないですね。そう、あと耐久面も使い倒してみないとわかりません。まあ、僕 PS4 のコントローラーだいたい1ヶ月半でぶっ壊してたんですけど、この辺はどうかな。でも持ってる感じね、動かしてる感じあんま変わらないんですよね、スティックも。
まあ僕の使い方がね、普通じゃないと思うので、使用頻度とかね、まあ決してコントローラーが悪いわけではないんですけど、まあざっと説明するとこんな感じですね。またちょっとこれから手元動画を今から、撮影するので、また喋りながらゲームをプレイしていきたいと思います。おっと、その前に比較いきましょう。こちらが僕は PC 版の COD で使ってる Xbox One コントローラーのエリートコントローラーですね、2の方。Xbox のコントローラーと同じぐらいかな、大きさ。かなりやっぱり大きくなってますよね。持った感じは、かなり近くはなってるかな。PS4 のコントローラー初めて触った時も、スティック部分がね、Xbox 360にかなり近くなったなっていう印象だったんだけど、今回はさらに Xbox に近づいた感じがします。主に形面で、スティックの感覚とかボタンの押し心地とかは PS4 の、ほぼ PS4。 これとこれを合体させて作ったみたいなコントローラーなんですね。 PS4 コントローラー 1.5 って感じ。すいません、ちょっとね、時間の都合上ボット打ちでやらせていただくんですけども、ですね、少し触ってみた感想としましては、硬いスティックがものすごく硬いんですよ。いや、これは多分新品だからかもしれないんですが、ちょっとね、硬すぎてね、自分が思う滑らかなエイムがあんまりできてない状態ですね。まあ、これはどんどん、使っていけば柔らかくはなっていくと思うんですけどね。うん。で、冒頭で話した黒持ちの剣なんですけど、モハ持ちね。このバツボタンを押すときは、そんなに違和感はなかったです。まあ、常にバツボタンの方に指をね、置いておくのは難しいんですけど、まあ、押すとき、こう、パチポチっと、押す瞬間だけね、バツボタンに指をやることに関しては、そんなに違和感はなかったですね。で、こう、スライディングも、全然問題なく、連発できる。ああ、これ僕、また丸ボタンとかぶっ壊しそうですね。PS4 の時に壊してた、ボタンというのは、だいたい丸ボタン。あと、右スティックとか、左スティックになるんですけど、まあ、丸ボタンこういう風に、スライディングキャンセルを連発するせいでね、もう、押しても帰ってこなくなっちゃったんですよね。よいしょ。ちょっとまだやっぱ硬いな。そして気になってる人も多いと思います。遅延、コントローラーの遅延についてですね。PS4 のコントローラーね、かなり Bluetooth 接続でも有線でもかなり遅延してたんですよ。で、有線の方が遅延してたんですよね。で、COD の世界大会の方では、その遅延を解消するために、少しでも軽減するために、一種のコンバーター的なものを返して、世界大会を行ってたんですよね。まあ、それほど遅延っていうのは、まあ、競技シーンを、で戦ってる人なら、ちょっと気になる問題だとは思うんですけど、遅延はね、どうだろうな、そんなに、PS4 よりは減ったらしいんですけど、正直、微妙かもしれないかもしれない何とも言えないですね。 PC 版のような遅延の少なさは今のところあまり感じてないですね。まあ、確実に良くはなってると思います、 PS4 より。まあでも、あ、慣れてきたらなんかスティックは柔らかくなってきたような気がします。まあ、しばらくプレイしてみて、スティックの軸部分の削り具合ですか、PS4 だとよく白い粉が出てたんですけど、あんまり削れてる感じはやっぱりしないかな。まあ、このスティックの周りのプラスチックの素材のおかげか、あまり削りによる粉問題は出てないような気がします。はい、というわけで僕の感想の結論としましては、このコントローラーはほぼ PS4 です。PS4 コントローラー 1.5 って感じですね。PS4 で問題になってた部分を、まあ、かなり解消したコントローラーっていう印象があります。まあ、すごくガラッと変えたわけじゃなくて、ですので PS4 コントローラーに慣れた人たちも本当にね、すんなりと、慣れると思います。スティックの硬さ問題に関しては、まあ、おそらく個体差もあると思うので、あとね、使っていけば、こうね、柔らかくなっていくと思うから大丈夫かなと思います。あと耐久面ですね。これは使い倒してみないとわからないという感じですね。はい、というわけでお疲れ様でした。次の動画から COD のね、新作のコールドウォーの動画どんどん上げていきたいと思います。
環境紹介動画とルーティン動画もね、投稿したので、ぜひ動画のエンディング、もしくは概要欄からぜひチェックお願いします。皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。